今回ボスカフェベースボスティーベースの新 CM キャラクターに選ばれた岩井勇気と伊藤沙莉です。ボスカフェベースボスティーベースはコーヒーや紅茶をお好みで割って楽しめる商品なんです。では早速お二人にボスカフェベースから割っていただきましょう。自由に割っていいんですよね。ちょっと沙莉ちゃんは本当適当に割りそうだな。いや失礼ですね、うん、そんなことないです。そんな感じするわ。測ってやんないとダメなのこういうの。計量カップ使ってるんですか。性格の差出るよこういうの。俺はちょっとブラックをおすすめの1対4で割らせていただきます。はい美味しい。私はラテをこんな感じ入れます。うわうわちょっと適当だな。いいでしょほっといてください。商品背負ってんだからそれじゃダメじゃない。ちょっと、ね、いやでも飲んだらほら分かるから。いやいや飲んだらとかじゃないでしょ。きっちりやんないとだって、うん、え適当に割ったけどもう香りもコクも全然本格的です。いやそういうことじゃないって。この美味しさは開発者の人の本望じゃないから。研究に研究を重ねてんだから。てか岩井さんマジ理屈っぽいですよね。さっきからすごいちょっと面倒くさいんですけど細かすぎます。面倒くさいって何。細かすぎます。細かいって何。すいません。いや本当に本当にこれしっかり割るやつでしょ。いや本当に。えでは次ボスティーベースいってみますかね。じゃあ俺は紅茶をミルクで割ってティーラテにします。私は水で割ってストレートティーにします。割り方は我流でいくんです。いやいや我流ってちょっと待った。またちょっとなんか適当に入れてるじゃん。いや混ぜ方も適当だな。ちょっとマドラーあるんだよ。マドラーで混ぜないと。スプーンとかでもいいんだよ。スプーンとかでもこうやって混ぜれば回転でやってても下混ざんないよ。スリスリやってんだから。うるさいうるさいです。適当適当うるさいです。私にもタレントイメージってもんがあるんで。それにあの岩井さんも結構なんだかんだ適当ですよね。私のこと楽屋でサリちゃんサリちゃんって言ってましたよね。サイリです。サイリ CM 撮影の時もずっとカンペ読んでるし人のこと言えるんですかね。すいません。じゃあ飲んでみてくださいよ。私が適当に割った紅茶。はいどうですか。あ、美味しいです。でしょ。つまりコーヒーも紅茶もどう割ったって割とうまい。割ったらええやん。まあどう割ったって割とうまい。サントリーからボスカフェベースとボスティーベースお試しください。ありがとうございます。なんかリークしようとしてんのか。いやしてないですよ。なんでさリーク最初にしたのそっちでしょ。お願いします。キャラを夫婦なんですけど岩井さんはあのきっちりしてる細かい人たちのボッチって感じで、伊藤さんは逆に結構大雑把な、うん、なんで割るときもなんかしながら適当に割るみたいな。はいで、最初は仲悪いわけじゃないというか基本仲良くて逆に伊藤さんは普通でちょっと大雑把そうだってあるんでなんかそのこういうイメージだと思われてます。どっちがいいですかね。細かいのか確かにね細かいのも嫌だよー今回ボスカフェベースボスティーベースの新 CM キャラクターに選ばれた岩井勇気と伊藤沙莉です。ティーベースティーベースでした。ビニョビニョってました。私はラテをだいたいこれくらい入れます。おいおいおい行くねちょっと。お疲れ様です。ちょっと出ちゃいますね。ちょっと気をつけます。あ、そんなことは、はい、すいません。あ、ちょっとドバッと入ったよ。適当だな。商品背負ってんだからそれじゃダメじゃない。ちょっと、ね、いやでも飲んだらほら分かるから。いやいや飲んだらとかじゃないでしょ。きっちりやんないとって、うん、適当に割ったけどもう香りもコクも全然本格的です。いやそういうことじゃないって。てか岩井さんさっきからすっごい細かいですよね。すごい理屈っぽいんですよ。いやいやちょっとめんどくさいです正直。背負ってるじゃん。ごめんなさい、めんどくさい。何何言ってるの。辛っ。何回ってんだよ。
紅茶をミルクで割ってティーラテにします。私は水で割ってストレートティーにします。割り方は我流でいくんで。いやいや我流って。さあお味はいかがでしょう。ちょっと待って、混ぜ方も適当じゃん。え、大丈夫だって、マドラとかあるんだよ。もううるさい、うるさいです。適当適当うるさいです。それに岩井さんも結構なんだかんだ適当ですよね。私のこと楽屋でサリちゃんサリちゃんって言ってましたよね。サイリです、サイリ。CM 撮影の時もずっとカンペ読んでるし、人のこと言えるんですかね。すいません。カットカット。つら、かわいすぎ。大丈夫です、 OK です。大丈夫です。いや、まとらないんだ。でも、台本にわらついちゃったんですよ。W。 さあ、お味はどうでしょう。こうやって横のさ、この回転でやってても下混ざんないよ。スリスリやってんだから。濃淡ができちゃうよ。下の方よどんでんじゃないの、ちょっと。ね。あ、いや、ちょっと溢れちゃうよ。下、ほら、白いんだから。溢れたらすぐ分かっちゃうんだから。ちょっと。ほら、うわ、混ざってないんじゃないの、それまだ。ね。大丈夫。うるさい。カズメです。うるさい。はい、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 カット。カット。カットです。大丈夫。もっと強く叩くの。はい、よーい。お試しもっと元気よく。はい。よーい、スタート。お試し。ください。はい、カット。カット。言ってくれないじゃん。音がエグかった。普通にびっくりしちゃった。最後は。以上で戦闘ムービーの撮影終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様で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 す。